千葉市、蘇我スポーツ公園、福田電子アリーナ福田電子アリーナは、千葉県千葉市中央区の千葉市、蘇我スポーツ公園にある、フットボール専用の球技場。施設は、千葉市が所有し、公園内の施設、ともども株式会社千葉マリンスタジアム、ジェフユナイテッド株式会社等の4社で構成される、SSP ユナイテッドが指定管理者として、運営管理を行っている。 千葉市の条例上の名称は千葉市蘇我球技場であるが、開業当初から医療機器の製造販売を行う福田電子が施設、命名権を取得し、福田電子アリーナの名称を用いている。略称は福あり。スタジアム外観川崎製鉄千葉製鉄所の沖合埋め立て地区への移転に伴い生じた、有給地に設定された蘇我特定地区内に整備された千葉市。 ソガスポーツ公園内に建設されたスタジアムで2005年10月16日に同公園内の施設の中では最初に開業した。なお、現在も商業地区と住居地区の間に製鉄所のマネージメント地区となる JFE スチールのオフィススペースが残っている。開業後から日本プロサッカーリーグに所属するジェフユナイテッド市原千葉がホームスタジアムとして使用している。 収容人数は19,781人。もともと、千葉県は 2002FIFA ワールドカップに合わせて、市原市八幡地区に5万人程度が収容できる、県営スタジアムの建設を計画し、ジェフのホームスタジアムを、市原緑地運動公園臨海競技場から移転する計画があったが、W 杯開催都市に、千葉県が落選したことで計画が飛んだ。これと、 並行して、千葉市による、球技場の建設が計画されたことから、改修計画を進めていた市原臨海と併用する、形で、ジェフのホームスタジアムとして、利用開始、2006年は、市原臨海の改修工事本格化に合わせて、ジェフのホームゲーム全試合を、本スタジアムで開催、その後市原臨海の改修規模縮小を受けて、以後は、ホーム全試合を、本スタジアムで開催している。 2007年にグッドデザイン賞を受賞している。本スタジアムの完成後、ソガスポーツ公園内に多目的広場などが建設されたほか、隣接地にジェフのクラブハウスや練習所を兼ね備えたユナイテッドパークが整備されている。スタジアムフィールド設計は味の素スタジアムと同じく日本設計によるものである。都市基盤整備公団が発注し、清水建設、大林組 新日本建設によるジョイントベンチャーによって建設工事が行われた。ワールドカップ時に建設された多くの巨大スタジアムとは一線を隠し、J リーグサッカーのイベントスケールに見合った、見やすく、使いやすく、よりコンパクトな次世代型、地域密着型スタジアムをコンセプトに設計されている。フィールドの大きさは68メートル105メートルで、さらに、 縦横ともに3メートル余計に芝生が植えられている。これにより国際サッカー連盟の定めるピッチ上の規格を満たしている。芝生は夏芝としてティフトン419が冬芝としてペレニアルライングラスが採用されている。スタンドとフィールドの間には最小で8メートル、最大で15メートルの間隔が設けられている。災害時にはここが 作業用車両の通路として使用される。収容人数は座席数が18,500席、立ち身が1,281人分確保されており、消防法に依拠したキャパシティの合計は19,781人である。これにはロイヤルシート80席、新商社用、席110席、汽車席84席が含まれている。このうち、 これまでに立ち見分のチケットは発売されていない。ジェフのホームゲームではこれに、アウェイサポーターとの干渉地帯が設定されるため17000席、前後のチケットが販売されることになっている。現在までの最多入場者数は、2010年、J2 第26節の千葉ダービーにおける18,031人、入場者数記録の第2位は2009年シーズンのガンバ大阪戦。 第3位は同年シーズンの柏戦コーナー自由席の一部は逆サイドのコーナーの攻防が四角に入る。またピッチ内の通風性を確保するためにスリットが設けられている。バリアフリーとしてメイン、バック、両サイドの1階スタンド最高列に計9箇所の車椅子用のスペース合計110席が確保されている。これらの座席からは 車椅子用スペースの前の座席にいる観客が立ち上がっても車椅子スペースにいる車椅子使用者のピッチへの視点が確保されるよう配慮されている。車椅子使用者のために地平からスタジアムコンコースに移動するためのエレベーターがホーム側サイドスタンドコンコース1箇所に設置されている。メインスタンド、バックスタンド、ホーム側サイドスタンド、アウェー側サイドスタンドに 木の使用ができる調理用ブースが設置されており、飲食物が供される。チケットブース外には、スタジアムレストランが設置されている。メインスタンド、バックスタンド、両サイドスタンドコンコースに、グッズ売店が設置されている。このうちメインスタンド、バックスタンド、ホームゴール裏売店では、2008年3月15日のシーズン開幕戦からスイカとパスモの利用が可能になっている。 また、同年3月18日からは、スイカと電子マネーの相互利用を開始した、アイコカも利用可能である。トイレは各スタンドに2カ所ずつ、合計8カ所設置されている。屋根は、スタンドの最前列付近を除きほぼ全てのシートを覆っている。過去の例からも、前席や寝つきのサッカー専用スタジアムは、最高性の悪さからピッチ上の芝の育成に問題があったが、 トースタジアムでは南側にあたるアウェー側サイドスタンドの屋根の素材に濃厚性のある素材を採用しており、採光に対して配慮を行っている。海沿いのため風が強い日は屋根がある場所でも雨がかかる場合がある。またトースタジアムではこの屋根に降った雨水を採取できるようになっている。こうして採取された雨水はトイレなど飲料以外の目的に使用されている。 照明は各スタンドの屋根の上部に設置されている。当スタジアムでは当初大型ビジョンの採用は見送られることになっていたが、その後、JFE の寄贈により、三菱電機製の LED ディスプレイ、オーロラビジョンの設置が決定された。これは、千葉市が JFE から土地を取得した際の購入金額が問題になったことへの配慮も含まれている。また、 コンコース内に4機あるモニターは、イレブン懇談会委員の一人であった、奥山康弘及び遺族からの寄贈である。ジェフのホームゲームにおいては、バックスタンド側の広告看板のスペースに、LED 式の映像装置を設置し、動画による広告を行っている。トースタジアムは、災害時に活用するという理由で、建設にあたって国から補助金を受け取っている。そのため、スタンドの形状、 スタンドとピッチの間のスペースなどはそれを理由に制約を受けている。命名権を取得した福田電子から提供を受けた自動体外式所再動機が複数個設置されている。J リーグの試合運営規定により選手用、観客用に各1台以上の AED を試合会場に準備しなければならないことに起因している。建設開始当初から命名権の導入の検討を はじめ、2004年から募集を始めた。当初千葉市が提示していた条件は、当初年間あたり1億2000万円以上、契約期間5年であった。この時は、千葉市自身が、命名券の売り込みをかけたが実際に契約する企業が現れず、2005年4月に命名券の販売を電通に委託し、年間あたり1億5000万円以上、 契約期間3年で改めて引き受けてくれる企業の募集が始められた。第2次の命名権募集の締め切りは当初2005年6月末日であったが、その後延長され7月まで命名権の買取者探しが続けられた。7月20日に医療機器メーカーの福田電子と命名権買収に関して基本合意に達した。 契約内容は5年半で4億5000万から5億3000万円。AED の提供及びチケットの買取となっている。8月25日に命名権による名称の決定が行われ、福田電子アリーナと略称の福あり、及びロゴマークが設定された。その後2011年と2016年に命名権契約の更新を行っており、現在の契約額は年3000万円で、 ジェフが J1 に昇格した場合は、年5000万円に増額となっている。また、2008年から2015年にかけて、公園内の別施設も、福田電子が命名権を取得している。日本のスポーツスタジアムで、施設の使用開始当初から命名権の使用を開始するという初めてのケースである。なお、千葉市は千葉市都市公園条例において、 東急議場が所在する公園の名称を千葉市蘇我スポーツ公園都市園内の有料公園施設の項目において東急議場の名称を蘇我休技場と記載している。また、当施設に関して千葉市蘇我休技場条例を別途施行しており、本文中では単に蘇我休技場と記載している。この他、千葉市蘇我休技場のように 条例で用いる名称と命名権による故障等を併記する記載が見られる。国際サッカー連盟のクリーンスタジアム規定など、大会主催者の規定により命名権を適用した、名称が利用できない場合、蘇我球技場の名称を利用する。例として、アフス1サッカー選手権2017では、千葉市、蘇我球技場の名称で案内された。 ラグビートップリーグの試合風景ジェフは、スタジアムオープンに先駆けて、シミュレーションを行い、2005年9月7日に、柏レイソルとのトレーニングマッチを行った。これが、トースタジアムで行われた初試合である。入場者は、ジェフのファンクラブ会員から募った希望者の中から、抽選により選ばれた。トースタジアムでの初公式戦は2005年 J1 第27節。 横浜 F マリノス戦で入場者数は17,087人であった。オープニングゴールは安倍祐樹。スコアは2から2であった。2005年シーズンはジェフのホームゲームのうちオープニングゲームからシーズン終了までのリング戦、前後試合を開催した。これ以降については市原臨海競技場との併用をクラブが判断することになっていたが、 この後市原臨海競技場がキャパシティを縮小して J リーグの開催基準に満たなくなったため市原臨海競技場でのホームゲームの開催がなくなり結果として2005年10月16日のオープニングゲーム以来すべてのホームゲームを福ありで開催している。ジェフではトップチームのホームゲーム以外にも女子チームのジェフユナイテッド市原千葉レディースのホームゲームの一部も福ありで開催。 また、ジェフユナイテッド市原、千葉リザーブズも開催していた。国内大会国際大会2006年までは、球技場付近に駐車場が確保できなかったため、試合実施日のみスタジアムと京葉線千葉港駅を結ぶ無料シャトルバスが数往復運行していた。この場合千葉港駅周辺に駐車するという方法が取られた。2006年途中からスタジアム再開発予定地に、 臨時の有料駐車場を用意する措置が取られ、2007年から千葉港駅からのシャトルバスは廃止された。この駐車場は完全予約制であり、台数も制限され、再開発工事の都合によって駐車場の使用が制限される場合がある。一方、ジェフはシーズンチケットオーナーのみ、かつシーズン開幕前に限定して、スタジアム近接地に用意された。 場外臨時有料駐車場の年間駐車券を別途販売している。この場外臨時有料駐車場は1試合ごとに試合前日まで販売される場合もある。ありがとうございます。